欧州スーパーリーグ設立の声明に参加したラブは、今季のチャンピオンズリーグ、CL 及びロッパリーグ、L で、失格処分を下される可能もあるかもしれない。欧州サッカー連盟、UEFA 理事、務めるデンマークサッカー協会会長もその投資に言及している。今シーズンの欧州サッカーゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料、試し実施中、イングランド、イタリア、スペイン、有力12クラブから18日に発表された、スーパーリーグ設立に対し、UEFA は、強硬に反発。スーパーリーグ、各クラブに対しては、国内リーグや欧州、よ、の他大会への参加を認めず、所属選手が各国、表チームでプレーすることも、不可能にする、主張している。スーパーリーグの実際の開幕、2022年頃が想定されているようだが、参加クラブ、対しては、即時に、UEFA 主催大会からの追放処分が、されることもあり得るようだ。金曜日に臨時、合わせがある。そこで12クラブが追放されることに、ると思うと、デンマークサッカー協会のイェ・パーメラー会長はデンマーク、DR の、インタビューに語っている。今季の CL は準決勝以降を残す身となっており、勝ち残っているのはパリ、ジェルマン、PSG、レアルマドリード、マンチェ、ターシティ、チェルシーの4チーム。PSG 以外ハイ、レモスーパーリーグ構想の参加クラブでは3チームが失格になれば、PSG の初優勝が認定され、ことになるかもしれない。一方 L でも、スーパー、具参加クラブである、マンチェスター・ユナイテッドとアーセナルが準決勝に勝ち残っている。この2チームが追放されれば、残り2チーム、ローマとビジャレアルが決勝を戦うことになるのだろうか。両。